つのはこの馬娘。本日の一番人気マンハッタンカフェ。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って飛び出した。先行争いは2番、7番、18番。期待通りの結果を出せるか。1番人気マンハッタンカフェ。さあ激しい先行争いを制したのは2番、7番、並んできた。早くも激しい競り合い。少し離れて18番。その後3、4馬身開いてリターグラッセ。第1コーナー回って第2コーナー、7番、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは7番。このままリードを保てるかどうか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番。その外並んで18番、4番手に岸山君、少し後ろから6番、さらにリターグラッセ。それを見るように14番、5馬身差マーベラスサンデー。第2コーナーを抜け向こう両面に入った。順位を振り返っていきましょう。7番、まだ先頭をキープしています。続きました2番、1馬身差岸山君、内の方から18番、外から外から。虹色の星、宵闇の猫、幕内の空、そしてあなたは、あなたは。それを見るように6番、そしてその後ろから行くのはリターグラッセ。2馬身離れてマンハッタンカフェ。そしてその内から行ったのはマーベラスサンデー。そしてその外を回って10番、それを見るようにリトルココン。外で8番、少し後ろから里のダイヤモンド。すぐに続いてスイープ東証。間もなく第4コーナーカーブ、岸山ゾン、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。マンハッタンカフェ、前を狙っているのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。最終コーナーを曲がって前輪を切ったのは岸山ゾン。ワンカッタンカで完全に抜け出した。残り200、岸山ゾン食らいついていく。2番手争いはメディロライアン、マーベラスサンデー。ワンカッタンカで足色は衰えない。ワンカッタンカで今ゴールイン。1着はワンカッタンカで素晴らしい可能性を見せてくれました。2着メディロライアン、3着マーベラスサンデー。あの影に近づけているでしょうか。